デビューから2年、23歳の彼女が持つ豊かな可能性と克服すべき当面の課題を示す戦いでした。まずは初出場ながら2勝を挙げた3日目まで。今スタートしていきました。さあスリップはわずかに2号サテルが2号艇、3号艇、4号艇と出ていきますが、1マーク、まずは逃げる1号艇、高田を握っていった2号艇、両者やれた。内から3号艇、5号艇、あと4番、6番と回ってきて、さあバックスリッチはわずかに1号艇が膨らみましたが、陰性に引っ張って、高田や一定心で詰まってくるのは3号艇の平田大河、さあバック伸ばして1号艇、3号艇並んでトップ争いになった。そして6号艇のトップ集団、136、なおスタートは正常でした。一旦マークトップ争いは3号艇の平田コーナーを先取り、追っつけて6号艇、さあ、仕返してくる1号艇ですが、先頭は先頭で3号艇、さあ、してきまってり、6号艇の清水が絡んできて、さあ、オープニングからどうやら後輩と踊ります。4番、5番、6番、渡りの3対3。1秒前、今スタートしていきました。コースタートはスローゼで、内側さんでインコース間の1、2、3とスローゼが出ていきます。イエル1号艇の滝川、バックセッチで3号艇とかし、そして2号艇の清水で、さらにところ4号艇の高田、後ろ5番、6番ですが、バックセッチ、隕石からの1号艇の滝川、ところからそして2号艇の清水が上がってきて、さあ、1コース、2コース、1番、2番、並んでトップ争いになった。3号艇のとかして、後方で4号、6、外枠で固まっています。なお、スタートは正常でした。大体マークのトップ争いは、さして2号艇の清水が行って、追っつけてくる3号艇、さあ、仕返して1号艇ですが、遅れました。先頭は先目から2号艇、さして清水、2番手に1号艇、3番手はわずかに3号艇、レーサー。1秒前、今スタートしていました。さあ、スミットもお知らせいたします。第6レース、スタートに出まして、フライング欠場艇があるかもわかりません。お知らせいたします。第6レースは6号艇の堤仁美がフライング変換欠場、6番に関する馬券は全てお返しいたします。さあ、早いスリット合戦となってバック中間地点を通過して、トップラスに2号艇、5号艇がトップラスになった。第2弾バックのトップラスには内から5号艇の渡辺が突っ張って回って、さあ、仕返して2号艇、外を握った3号艇ですが、先頭争いはここでわずかに5号艇の渡辺、しかし内から2号艇、外から3号艇でレースは2周目になります。さあ、トップラスはわずかに5号艇の渡辺が上がってきて、一定失点で2号艇、3号艇が控えています。2周目に出したのマークのトップラスですが、5号艇の渡辺に指が回って、追っつけてくる2号艇、その後ろから3号艇がさばいていきますが、先頭争い5号艇の渡辺、そして現在の2番手には3号艇入り、2号艇、2号艇、倉持3番手、5、3、2で2周目バック中間して、あとは1号艇、4号艇、なお6号艇の隅、1人がフライング変換決定、6番に関する船券は全てお返しいたします。ラインナップマーク、トップに回って5号艇の渡辺指、そして2番手争い3号艇のところ2号艇ですが、3号艇の清水が競り勝っています。3番手に2号艇、5-3-2で最終周回へと入ります。残り600を切っていまして、先頭には5号艇の渡辺由美がトップ争いを競り勝つ活躍、そして2番手には3号艇の清水亜美が競り勝っていまして、3番手が攻める2号艇の倉持ですが、最後のバックレッジ、ここも3号艇の清水亜美が2番手をキープで、上位が5号艇、3号艇、2号艇、3番、4番、5番、6番の枠なり進行です。今スタートしていきました。コースタートはセンターから3号艇の運動、インコースから1号艇、両者が出ていきますが、1マーク、まずは逃げる1号艇の佐々木宏美で、通しの3号艇、握っていった、そして2号艇、真ん中4号艇で、あと5番、6番でバックスレッジ、2点から引っ張って、まずは1号艇の佐々木宏美、今日は人気の中心、先頭で、1点心から2点心で、4号艇の清水、有賀にタッチを追加を、3番で3号艇、運動、あとは6号艇、5号艇、2号艇、なおスタートは正常でした。第2弾マーク、トップで回って1号艇の佐々木、2番手、4号艇、いった、ここの6号艇、2号艇、後ろ3号艇がやや回りまして、まあ、今回1号艇のところに、一気に4号艇の清水上がってきて、好調清水、さあ4番1番トップ争い、レースは2周目、インコースに4号艇、アウトコースに1号艇が並んで、2周目で出したマークのトップ争いが届いた。4号艇の清水がコーナーを先取り、さあ仕返して1号艇の佐々木宏美ですが、先頭争いは軽快に逆転成功、4号艇の清水、そして1点心から2点心で1号艇、華麗な逆転劇でした。エンジンがいいです。たくさんお集まりいただいてありがとうございます。後半レースも引き続き頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではそのままカメラサイン行っていただきます。清水選手、実はあのファンの皆様の前でお話しするのが今節初めてだとおっしゃってましたね。見事制しました清水亜美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第2弾マーカー、トップで1号艇、2号艇の2番手争い、2号艇の日高回って、追っつけて5号艇、真ん中6号艇、あと4番、3番ですが、2号艇、白井田、日高、ベテラン2番手、3番手争いが残り4艇、固まってレーサー、2周目台です。先頭1号艇、宇野、インディゲ、2番手2号艇の日高、インコース、2号、
3番手争い固まって接戦状態で2周目出したんだけど、さあ注目3番手争いはまず5号艇の新気合、たっぷりところ先号艇、あと4番6番手がきっちりアウト全速で5号艇の新気合がここで3番手に浮上、上位が1か5となっています。先頭と2番手が20メーター、そして非凡なレース運びで予選3日間の終了時点で得点率トップに立った清水選手、残す陰線を逃げ切れば準優と優勝戦の1号艇も見えてきました。一方で気になるコメントも、果たして質のいいスタートをいけるのか、相手にはなかなかのくせ者が揃いました。さあ風速2メートルから3メートルほどの向かい風に向かっての第8です。1番2番3番4番5番6番の枠内スタート3秒前、1秒、2番スタートしてきました。コースアウトはインコースからの1号艇、2号艇、あとは3番、4番、この辺りまでですが、1マーク、2コースから伸びて、さあ、2号艇のカナダがまくっていった、そして外に切った4号艇、後ろ1番、3番、流れて、あとは5番、6番で、さあ、バック選手はまくり合戦から、4号艇、筑波が決まって、大滝飛鳥が出てまいりました、その後ろ、今度は5号艇、2号艇、1号艇と固まってまいりまして、あとは6番、3番、なおスタートは正常でした、第2ターンマーク、まずトップで丸が4号艇の大滝飛鳥、その懐5号艇、ランド6番、後方3番、1番、2番と回っていきますが、さあ、2番ダラスで今度は進むんですが、わずかに5号艇、5号艇の落合上がっていてレースは2周目となります。先頭に4号艇の大滝、2番手に5号艇の落合となって、そして現在3番手6号艇、なんとここはソフトワーク勢の4号6と上位を形成、2周目で出したのがトップでまくった4号艇の大滝、そして2番手は5号艇の落合、3番手ですがここは6号艇クリア三浦で、上位が4号艇5号艇6号艇4号6となってまいりました。先頭と2番手の差は現在は30メーターほど、その後ろ30メーターほど6号艇の三浦、そして1番2番接戦状態、最後方に3号艇となっています。前提第2番マークはトップで4号艇の大滝、そして2番手は5号艇の落合、そして3番手6号艇の風東頃、今度は2号艇と1号艇が攻めてきますが、ここは6号艇の三浦、4号6で最終周回へと入ります。残り400を切っていまして、先頭には4号艇の大滝が、ここは4コースのカブから見事な全速戦、そして2番手には5号艇の落合ナウ、3番手には6号艇の三浦エリ、最後のバックセンターに入ってまいりて、3番手はここも6号艇は他にバウンドしますが、上位変わらず4号6となっています。その後ろは3艇下で2号艇1号艇接戦状態で、最後に3号艇となっていますが、さあ6号艇の後ろ1号艇2号艇と差を詰めて1艇進から2艇進、最終ターンマークは4号艇の大滝が高枠取りへ、ここは3勝目、そして2番手は5号艇の落合が今日2着2本、3番手6号艇回ったところ1号艇の清水で、さあゴール前6番と1番が3番手争い、先頭4番ゴール5番ゴール3番手争い、わずかに1号艇が逆転か、1番6番接戦でゴール2番ゴール予選は2位で通過となった清水選手、迎える準優はイン1号艇から、しかし最終的にこのシリーズを制することになる2号艇宇野弥生選手の強烈な仕掛けが待っていました。スタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番6番枠内3対3の進入、1秒今スタートしました。わずかに清水遅れました。さあ1マークはまず2コースからまくっていった2号艇の宇野弥生、握っていったさらに外から3号艇、後ろ1号艇流れた、あとは4番5番6番で、さあバックスイッチはまくり合戦からつけ前からの3号艇の石岡並び、前日のレースと同じような展開となり、2号艇に直まくりを受け交代、追い上げて3着に入りますが、優勝戦への進出はなりませんでした。流れたところ1番6番5番ですが、さあ3番手の数はもう全て終わりまして、レースは2周目だ。今スタートしていきました。コーススタートはインコース1号艇、3コース3号艇、そして2コース2号艇、スロー勢の内側で逃げる1号艇の三浦、握っていった3号艇で、そして2号艇山下で、そして4号艇、あと6番5番です。さあ先頭は1号艇で陰線からの三浦エリ、後方人気の中心が先頭、2番手集団固まって4号艇の清水上がってまいりました。わずかに3号艇6号艇が控えていまして、後ろで2番と5番が並んでいます。なおスタートは正常でした。第2ターンマークはトップで1号艇人気の三浦、2番手争い6号艇いった、佐藤4号艇4番6番やり合った、その間に手を3号艇5号艇ですが、さあ2番手争いは今度は4番3番4番3番と両者が接戦状態、インコースに3号頭で回る4号艇の昼中地裁で、ここは後輩と2番手争い1号艇握った袋、3号艇6号艇あと2番5番ですが、さあ2番手争いはここでアウトから1号艇の人気の大滝が2番手でレースは2周目になります。くしくも本人も不安に挙げていた質のいいスタートで明暗が分かれました。まくっていった2号艇の宇野弥生、握っていったさらに外から3号艇、後ろ1号艇流れた2号艇、あとは3番4番、ここに至るには
さまざまな流れが交錯していました。前節最終日にフライングを切ってしまったこと、もともとイン1号艇のスタートに課題があったこと、デビュー後転覆やフライングの事故点に苦しみ続けたこと、責任感の強い清水選手には過酷なプレッシャーであったと推測されます。失敗や挫折なく一流に上り詰めた選手はこれまでにいません。初出場の大舞台は転覆系女子の確かな成長と現在地、そして大きな可能性を知らしめました。今後清水選手にも一時的な停滞はあることでしょう。それでもファンの魂を揺らした6日間が清水選手の胸に永久に刻まれ、かけがえのない礎となることを期待したいと思います。1番1番トップ争い、レースは2周目、インコースに4号艇、アウトコースに1号艇が並んで2周目で出したマークのトップ争いが届いた。1号艇の渋野がコーナーを先取り、さあ仕返して1号艇の佐々木博美ですが、先頭争いが軽快に逆転成功。4号艇の清水